屋順次の治療のヒントプラス、日本オランダ都市療法協会代表理事の土屋先生にお話を伺いながら進めていきます。この番組は治療家の皆さんへ届ける番組です。アシスタントの高江須磨希子です。今日の質問は、肩こりの50代女性がホームワークをしてくれません。何か簡単にできる方法を教えてくださいといただきました。土屋先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なんとなくだるさがあり、施術にいらっしゃる50代女性の方がいます。触るとかなり肩が硬くなっていて、肩が硬くなっていて、一度にほぐしきれずに週1で通ってもらってます。ぜひホームワークも取り入れてほしいのですが、肩こりだと本人が自覚していないため聞き入れてもらえません。何か簡単にできる方法などはありますか、ということなんですが、肩こり自覚してない人いるんですね。あ、いますいます。へえ、はい、凝ってないってことじゃないんですか、それって。いや、私もずっと30代ぐらいまでは分かんなかったですね。40になって、あ、肩凝るってこういうことかって、あの治療してる側でしたけども全然分かんなかったですね。あ、やっぱりこう年齢とともに。いや、年齢じゃないですね。10代でも肩凝ってるって自分で言いますし、うんうん、はい、でもそれに代わる、あの日本語はあるんですけども、あの英語とかオランダ語はないんですよ。肩こりっていう、お母さん肩がつらくてねとかって言って、ちっちゃい時からすり込まれていくんで、で肩こりっていうのはどうやら硬くなって、それとプラスなんか頭が痛いとか、こう首の部分も痛くなるとかっていうような、そういったなんか概念みたいな感じなのが出来上がっていくんですよね、はい、日本では。はい、外国では肩こりはない、肩こりっていう単語はないです。単語がない。はい、じゃあ肩こりみたいな症状のことを英語でなんて言うんですか、オランダ語とか。いや、肩が痛いとか肩が硬くなってるっていう、他の部位と同じですね。はい、そうなんですね。じゃあ、はい、なんか日常的な痛みみたいな感覚ではないってことですね。いや、日常的な痛みなんですけども、うん、部位的にあの肩が硬くなるっていう、それだけですね。で、この肩凝ってるって自分でわからない人ってなんでなんですか、その年齢ではないのであれば。いや、それはあの体験とか知識がないから、ない人にこれなんでわからないんですかって言ってもわかんないじゃないですか。あの肩こりを知ってる人は、あのこれが肩こりっていうあの症状みたいなのは、あの一回知っちゃうとわかるんですけど、一回も体験したことなければわからないものはわかんないですよ。そんなもんだみたいな感じなんですか、ね、そんな想像だけですよね。なんか辛そうだなとか。へえ、はい、そうですか。じゃあこういう方になかなかね、あの凝りを良くするために自分でもやった方がいいですよって言ってもなかなかね。いや、やんないと思いますよ。だから直さなくていいと思うんですけど、うん、この質問は。ですよね。そうなんですよ、はい、直す自覚してなかったら直そうと絶対しないんで。そうですよ。でも硬くなってる、一度にほぐしきれないぐらい硬いっていうのは本当は重症なんですか、その肩的には。先生から見ると、日常生活が不便なければそういう傾向があるだけなので、うん、それでなんか、あの他の症状が出てるとか、あの手足が冷たいとか、なんか、うん、そういうふうにあのなっちゃってんだったら問題ですけど、ほっといてもいいかもしれないですよね。あ、なるほど。二次的にあの症状がなければいいと。はい、あの本当に肩含めて背中全部体中硬くなってて、で自律機能がもう活性してなくて低下してる方いらっしゃるんですけども、はい、あのそういう方はプラスなんか疲れやすいとか、あるいは糖尿病の患者さんとかもそういう感じなんですけども、あの感覚 の、うん、あの機能がものすごい著しく落ちてるので、疲労してるとか、あの硬くなってるっていうのがわからない人がいるんですよ。で、そういう場合はあの問題だと思います。そうか、疲労することでもっとわからなくなる人もいるわけですね。いえいえ、疲労自体がわかんないって病気じゃないですけど、あの
まあ、よく言うのは糖尿病患者って足からこうどん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 進んでいくんですけども、足裏に石があっても気がつ、それ踏んでても気がつかないぐらい感覚神経がもう麻痺に近いような感じで全然わからないんですよ。血が流れててもわかんないんですよ。あ、そうなんですか。はい。で、そういう状態であれば体の方はまさか傷ついてるとか、うん、疲労してるなんてわかんないから、うん、その分そこに疲労してたら毛細血管開けて栄養を送ろうとかっていうそういうことをしないんで、どん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 組織が脆くなってって黒くなってって、でしまいにはもう壊死しちゃうので、足の指切って足首切って膝し切ってっていう風に進んでいくんですよ。なるほど。重症化してるのに気づかないって怖いですね。怖いです、怖いです。で、肩こりって言ってバカにしてて、もう本当数は少ないんですけども、うんうん、そういう方がたまにいらっしゃって、肩こりがものすごいひどいけども、わからないと。で、そういう方は肩だけじゃなくて背中とかも、ものすごく硬くなってて、で、やっぱり自律、機能の、チェックとか話をすると、全然、こう、なんか本人は疲労 してるはずなのに、疲労も感じない。で、睡眠もよく寝れてないとかっていうような状態になってる時は、ちょっと危ないですけどね。なるほど。じゃあ、まあ、肩だけじゃなくて、こう、複合的にいろんな症状がある時は、ちょっと要注意。症状があって、自覚してない時は要注意ですね。自覚してないっていうのも一つのポイントなんですね。はい、ポイントです。感覚神経がちゃんと機能してて、うんうんうん、脳で疲労してるとか痛いっていう風に最終的には認知しないといけないんですよ。信号が出てても認知してない場合もあるので、うんうん、はい。で、体がしっかりとこう変化してるっていうのが分かるっていうのはすごい大事なんですよね。本当ですね。これこういう場合ってやっぱ周りの人が見て分かるものなんですか？こう自覚してないなみたいなのは。いや、一般の人は分からないですね。多分、体触る人が分かると思うんですけども。そっか、じゃあ、一回こう、何かおかしいなっていう時やっぱり病院にかかるというか、専門家にかかるっていうのも大事なんですね。それがですね、もうよっぽどひどい、もう多分それの場合は自覚症状が出てて、出血が止まらないとか、うんうん、なんか睡眠がよくできないとかっていう感じのひどくなったら、多分病院で、なんかしら行動をチェック受けると出てくるんですけども、はい、漢方とかで未病っていう、病気の一歩手前みたいな、状態を未病とかって言うんですけど、未病聞きますね。はい、そういった状態なので、病院では何にも出ないことが多いです。血液検査とかしてもですか？血液検査とかしても出る場合、出ない場合はありますね。あら、困る。はい。まあ、あとは体温が一般的にちょっと、もう35度台で低いとか。はい。あ、じゃあいろいろこう見るポイントはあるけれども、未病の段階っていうのはすごい難しいんですね。難しいですね。本人わからない、西洋医学の病院クリニック行ってもあんま出てこないって感じですね。そうなんですか。例えば土屋先生はこう、まあ、オランダ都市でこう触ると思うんですけど、背中ってどれぐらい硬くなるんですか？その肩とか凝ってる、その病的に凝ってるっていうのは。いや、もうものすごい硬い感じですよね。なんか表現が、表現、そうですね、個人差みんなあると思うんですけど、はい、ガチガチっていう言葉使うんで本当にカッチンカッチンですよね。もうコンコンって感じですか？コンコンって音は出ないですけど、はい、そういう方とたまにいらっしゃいますよね。とか本当はまあ首と肩の間とか筋肉なので、うん、押すと柔らかい組織が多いはずなんですけども、はいはい、それがもうちょっと筋張っちゃって、一部骨化っていうんですけども、うん、カルシウムが溜まっちゃって、レントゲンテープ取るとこう骨みたいに出てる場合もあるんですよ。そうするともう外科的にそれ抜くしかないんですけども、ずっと酸素が足りない状態になってると、そういうカルシウムがどんどん溜まってって、魚の骨みたいにこうやって一部こう骨化するんですよね。あ、それ良くないんですね。あ、もうめちゃくちゃ良くないですね。めっちゃ良くない。あ、そうなんですか。はい、あら、怖いですね。本当肩こりってなんかみんながやってるものだから、そんなになんか意識ないですもんね。そうですね。まあ通常使ってたらならないんですけど、
はい。使ってない方は、ほんと使って、デスクワークとかで全然肩、一日に一回も上に上げない人もいますんで。確かに。私も意識しないと手上げないですね。はい、そうですよね。はい、とかね。はい。そうなんですね。じゃあ、このホームワークはちょっと難しい、そうですね。本人が、ね。ホームワーク自体じゃなくて、ホームワークをしてもらうっていうのは難しいかもしれないですね。じゃあ、やっぱり、来た時に保護してあげたり、来た時にこういう今ね土屋先生がされたようなお話を、そうですね、してあげられたらちょっと一つぐらいは刺さるかもしれないですね。はい。で来た時にも一緒に、うん、受け身で体を触るっていうだけじゃなくて、はいはい、ちょっと音声だから簡単なやつしか伝えられないですけども、はい、手で肩を右手は右肩、左肩にして、で、肘をぐるぐる、はい、まあ、同時に回してもいいですし、前回しでも、後ろ回しでも、あるいは、交互にこうやってぐる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 回すみたいな。お、はい。それ今、難しいですね。場所がちっちゃいんで、私、ちょっと肘が、当たっちゃうんで、できない。もっと大きくですよ、こう。あ、もっと。こんな感じですか、はい、そうです、そうです。私も今画面をね。そうすると肩甲骨が動いたりとか、肩も一緒に動くので。あ、でも、あ、気持ちいいですね。はい、それ、本当、前回し10回、後ろ回し10回とかやると、それだけでも全然違うので。この逆回しだと本当ね、難しいですもんね。はい。それを、治療プラス、その場でやってもらったりとかして、で、それで結構一時的に良くなりますんで。自分でやることを一緒にいる時もやってあげるってことですね。そうですね。はい。そしたら、あ、こんなのやってたなーってね、お家でできるかもしれないというところで。ぜひぜひ、これが、ね、重症化しなければいいですけどね。そうですね。はい。なので、重症化した時の話をね、してあげるのもいいかもしれません。まとめていきます。はい。日本にしか肩こりはないということですね。まあ、これもちょっとびっくりしたんですけど。ね、欧米にはその概念がこうあまりないということなんですが、まあ、でも肩の痛みとか、まあ、それが背中だったり、いろんな痛みがあるのに自覚がないっていうところまで来ると、ちょっと大きな病気の可能性もあるので、あまり甘く見てはいけませんよというところで、ただ未病ってなるとちょっと発見とかもね難しいそうなので、そうですね、このあたりはもう自分でね気をつけるしかないですが、ホームワークをしてほしいっていう時はその方がホームワークできる動作を一緒にやってあげるとか、はい、まあ、肩特にね回すっていうのをやってみてくださいということで、土屋先生今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、番組では皆さんからの質問をお待ちしております。理学療法士として柔道整復師として鍼灸師としてご活躍の皆さん、今後オランダ都市療法を本格的に学びたいという皆さん、その後の事業展開まで考えているという皆さんも、ぜひ新しい道を一緒に探していきましょう。ホームページから気軽にご質問もお待ちしています。そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。土屋順次の治療のヒントプラス、日本オランダ都市療法協会がお届けしました。